はーい、ただいまー。ってことで、この事件の捜査をすべて丸投げされたというところからですね。考える。とにかく学校で聞き込みだ。ああ、そっか。聞き込みね。移動すればいいのかな。呼んでも多分来ないよね、もうさすがに。先生はいない。そうだよね。さっきびっくりしたもんね。はい、じゃあ行きましょう。2箇所選べる。学校の前行こう。とりあえず、生徒 A、B にもう一度会いたい。てか、あゆみちゃんは？あゆみちゃんどこ行ったのかなと。第2章。謎の言葉。そうだ、これホラーゲームだった。忘れてた。ホラーゲームだった。おー！昇降口前。おー、なんか待ち合わせしてる男子生徒がいる。生徒が一人いる。暇そうだし、話を聞いてみよう。ぴっちり聞かなしてるね。かっこいいな。どうしようかな。考えるは多分同じだよ。暇そうだし。呼ぶ前に調べるか。あたり。生徒が一同じか。他には人影がない。ちょっと違ったね。間違えた。生徒が一人。どこ？昇降口は？生徒用の靴箱がずらっと並んでいる。ラブレターが入っていたりするのかなんて。君もほぼほぼ年齢は同じようなものでしょ。校舎。古くからある校舎のようだな。同じだね。上は？隠されたような、やつが結構あるんで、足動いてるの。ハンサムボーイですって書いてイケメンですって言わせた。あ、そう。これ何？時代が時代なのかな？イケメンです。これ昔はイケメンっていう言葉がなかったから、ハンサムボーイですっていう表現だったけど、ファミコン版の時はそれをイケメンですってやったのかな。そんな感じな気がするな。植え込み。手入れの行き届いた木々が並んでいる。あれ？これかぶってね、最初の時の木を選んだ時。校舎。特に怪しいのはない。張り紙は？ないね。生徒にも怪しいところはないね。やらしいな、こうやって。こうやって見ていくの。階段は？大丈夫。こけそうな階段だとかない？大丈夫か？大丈夫そうだね。ガラスだけ見とく。古くからある校舎のようだ。何もないところを一回見とくか、じゃあ。手がかりになるようなものはないな。オッケー。じゃあ、話しかけるか。あたりの生徒。あ、近づいてきた。なんだい？僕は宇津木探偵事務所の探偵なんだけど、少し話を聞いてもいいかな？お茶でもどう？探偵？昨日起きた事件を調べてるの。ああ、もちろん協力するよ。これ1年生かな。1年生臭いね。ちょっと幼い感じを残してる。1年生かな。1年生っぽいな。見せる？何を？ああ、手帳ね。よかった。危ないことに及ばなくてよかった、主人公。わあ、いっぱいあるな。とりあえず話を聞こう。気づいたこと。 関係ないけど、いきなり。君本当に探偵なの？かっこいいじゃん。気づいた？気づいちゃった？俺探偵なの。ありがとう。いきなり気づいたことじゃダメだよね。とりあえず先生のこと聞いてみようぜ。英語の先生だよ。あ、英語なの？かっこいいって言ってる女子も結構いるよ。ああ、あなたもなかなかイケメンですけどね。なるほどね。あ、メモは更新しない。メモはしない。日々の英語教師ってことはメモしない。学校のこと。伸び伸びできるいい学校だよ。変な名前だけど。ああ、やっぱ変な名前なんだ。みんな選ぶ。あゆみのこと知ってる？探偵クラブの可愛い子だろ。おお、知ってんだ。やっぱ1年か、こいつ。は？ 何？ ちょっと待って。何今のハート？ちょっと待って。結構ファンが多いよ、彼女の。根掘り葉掘り。あれ？追加？何？そうだよ、これ。大丈夫だよね。あゆみちゃんについてハートがついてるだけだよね。男の子に対してついてないよね。大丈夫か、これ。結構ファンが多いよ、彼女の。ようこさん腐ってるからな。ようこちゃんは腐ってないかもしれないけど。あ、なくなった。
なくなった。結構ファンが多いよ。ああ、なくなった。なんだなんだこのハートシステム。これなんか好感度荒らしてんのかな。もしかして好感度とかあんのかこれ。うわあ、疑いたくなっちゃうな。英語の先生だよ。かっこいい。同じか。学校のことをもう一回聞く。変な名前だと思う。私ね、これ生徒だと思われ、違う、探偵だと思われてるんだ。あー、どうしよう。陽子は直すぎるか、後ろの少女の方。今ぐらいの時期によく現れるっていう話だよ。あー、季節性がある。季節性がある。あ、そうだ。みんな君を描いてるのに、それを調べてる子がいるそうなんだ。ちょっと待って、誰のことかは知らない。ちょっと待って、なんだよ、後ろのやつ。ラブレターめっちゃ出てきたじゃん、今後ろのやつ。うわ、帰ったし、何あれ。話に集中できねえよ。そんな君の悪いことする人の気が知れないな。誰なんだろう。なんて言ってた。話に集中できねえよ。後ろのやつが気になって。ああ、陽子のことか。陽子とあゆみちゃんのことね。そこまでは知らないよね。もうちょっと聞いてみる。気味悪いよね。まあね。それだけか。そして待って、気になる気になる、この辺気になる。あゆみちゃんなら靴箱いっぱいになったとしてもおかしくないよ。なんか変わったし、なんか変わってるし、なんやねんこれ。これ変わってるし。古くからある校舎。僕は同じだね。イケメン君近づいてきたけど、なんかない。さっきより近いけどないかな。これちゃんとちゃんとオブジェクトの位置安定してんだな。細かいな。なんだい。はい、じゃあ次は何を聞こうかな。間違えた。気づいたことは。探偵って面白い？ああ、面白い。どうなんだろう。なんでてか、そもそも主人公ってなんでさ弟子入り、どういうこと。主人公の話ってこれ回収されるのかな。どうなんだろう。もう一つ消えた後継者っていうシリーズがあるので、まあ、そちらもあるので、そっちで回収されたりするのかな。事件解決に向けて頑張って。ありがとう。なんか変わってくな、ちょっとずつ。事件解決に向けて。気味悪いよね、白石の姫。あゆみ、あゆみちゃんはまた話してくれる。結構ファンが多いよ。確か。じゃあいいや、陽子。くらえ、陽子のことだ。くらえ。この間殺された探偵クラブの女の子だね。もうちょっと教えて。後ろの少女のことを調べていたのって小島陽子さんって子じゃない？さあ、わからないよ。僕、小島陽子さんって会ったことないんだよね。ああ、あゆみちゃんとは会ったことあるけど、陽子ちゃんとは会ったことない。陽子さんっていうのやめてくれない。本当にマジ勘弁してくれない。腐ってきちゃうからな。小島陽子さんの顔を知らないんだ僕。うん、あ、汎用セリフかな今の感じだと。小島陽子さんの顔を、ね、気づいたことは。事件解決に向けて。後ろの少女、気味悪いよね。あ、手帳見せなきゃダメかな、この感じだと。学校、変な名前だと思うだろ。あ、もう同じことしか言わなかった。ただの NPC になってしまった。英語の先生だよ。ダメだこいつ。かっこいい。あゆみだ、くらえ。あゆみ結構ファン。わかりました。一回呼んでみるか。何って言いそう。なんだい。あ、言った。じゃあ見せようか。ほら、これが陽子だぞ。くらえ。この子が小島陽子さんだけど。うん、探偵っぽいね、写真も。あ、その子なら 2,3 日前に見かけたよ。あれが小島さんだったのか。あ、やっぱ1年だね。 2,3 日前なら殺される直前だ。うん、それだけ。もう一回見せてみる。くらえ。あれが小島さんだったのか。あ、それだけ。じゃあこれで聞けばいいのか。陽子、陽子さんはどこで見かけたの？証拠口とか帰る。旧校舎のところに一人でいたんだ。旧校舎、何してたんだろう。やっぱ旧校舎あるの。旧校舎あるんですか。旧校舎。あ、まあこの手のホラーゲームかつ学校ものだったら旧校舎ありますよね。ああ、あっちにあるよ。実際旧校舎がある学校ってどれくらいあるんだろうね。残しっぱなしになってる学校って。こうないけど。そういえば僕が旧校舎で見かけた小島陽子さんって、うん、写真で見るより
ずいぶん暗い感じの女の子に見えたよ。そうなの？こんなこと言っちゃいけないけど、ちょっと気味悪かったな。まあなんかブツ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 言ってるけど、様子がおかしくなった後の陽子を見たの。陽子ちゃん、その他その他男子生徒の情報、その他陽子さんを旧校舎で見かけたよ。何をしていたかは知らないけど、男子生徒なんだこれ、メモ帳かこれ、本当に手帳か。移動するやったな、これ旧校舎行けるんだろうな多分。そうだよね、美術室に行きたいけどな。もうちょっと教えて。他にはもう知らないな。そっか、割とネタがすげえ仕込まれてるからな。結構ファンが同じか。英語の先生だよ、はい、かっこいい。大丈夫お前、何度も同じこと言ってるけど。変な名前だと気味悪いよね。ああ、ないかな、ない感じですね多分。事件解決に向けて、うん、もう一回見る。大丈夫、声変わるな。あれが小島さんだったのか。はい、考えよう。考えれねえのかよ、くっそ。あたり生徒が一人いるっていうか、ね、喋ってたじゃん。いろいろがばってんだよな昔のゲーム感もあるんだよ。何も変わってないよね。ちょいちょい変わってくるからな。あ、間違えた。古くから植木ね、植木。手入れの雪取り変わんないか。じゃあ美術室行こう。旧校舎という場所を手に入れたけど、ワード的には美術室ですね。まずはここですよね。はい、美術室。失礼します。失礼します。いない、誰もいない。ああ、また、また、まずは調べよう。小本先生はいないや、でも明日来るって言わなかった。駒田先生にももっと話を聞いておきたい。まだいるかもしれないし、校内を探してみよう。おう、全然まだ今んとこホラーゲーム感はないですね。一応呼んでみよう。誰もいないのに返事があっても怖いけど、うっちゃん返事だったからさ。あー、ないよね。あ、普段休校舎ですね。これで学校の前に行くと駒田先生がいるとかだったらちょっとあれだけど、ホラーゲーム感出てきました。なんか色違うんだけど。静かで薄暗いこんなところで陽子は一体何をしていたんだろう、うん、なんかもう彼氏だなほぼなんか色違うんだけど、どうだってのあそこだけ塗り替えられてんだけど。うわー、あー、近代地感。いやもう明らかにあそこ調べたいけど。静かで薄暗い場所だ。人の寄りつくところとは思えない。うん、いや明らかにあそこだけどな。色の違う壁、そうですよね。ゴミ箱。ゴミ箱だ。ゴミ箱だね。なんやねん、なんやねん。改めて確認することか。旧校舎だ。かなりボロボロだ。うん、この感じ、地面地面、空とか地面とか。手がかりになりそうなものはないな。いや、ないよ、そりゃ。地面って出てくる、なんかある、もしかして。指輪が落ちてる。日比野とあゆみちゃんの指輪が落ちてるないかな。木は木が並んでいる。よく手入れされているようだ。何なんだろうね。そしてこのなんかエフェクトがかかった声、ほら今日もいい天気だな。ないね、何も何もないな。じゃあ行きますか。これこの壁だけ他のと色が違う。ここまであからさまにある。これ明らかすぎるだろ。扉になってるだろ。ここだけ後から塗り直されたようだ。ガワッて開くだろ。それだけ。もう一回もう一回もう一回調べればいい。それだけ。ここだけ後から塗り直す。それだけなんだ。爆破してみるとかない。こんなところで陽子は彼氏面呼ぶ。そばには誰もいない。うん、移動しかできないんだけど、あと。まだあるってこと？まだなんかあるってこと？なんかあるってことか？これは？旧校舎だ。駒田先生もいなかったし。なんかあるの？なんかあるってことじゃないの？つまり。
や、BGM 怖いな。ホラーゲーム感出してきたな。これフェンスは？手がかりになりそうなものはない。うん。急行車配管パイプ。あ、見っけました。はい、落書き。これわかるか？どこに落書きがあるよ、これ。わかるか？はい。これは。おっと？誰と、あゆみちゃんかける、日比野先生みたいな。ただの落書きだ。なになに？なになに？哺乳類最強 HK。HK？ どういうこと？どういうこと？日比野。日比野？待って、名前なんだった？あいつ強いのか、もしかして。英語教師。HK？ 達也だから違うか。HK？ タッチ？H？ え？タッチ？ん？違うよね。違うよね。この中に最強の誰かがいるとかね。何これ？どういうこと？ただの落書きかな？もう一回見る。哺乳類さ。あるな。なんかあるな。まだあるのか？誰だよ、落書きしたの。ここにも落書きあったりするんじゃないの？え？今のだけ？どこだ、どこだ？右のか、右のがちょっと触れたわけか。これは違うな。ん？ありましたね。あるな、意外に。これは。こっちは？ただの落書きだ。何何？何何？ファミコン探偵クラブ大好き。30年間ありがとう。ああ、ネタが仕込まれてましたね。はい、ありがとうございます。いや、俺30年前の見たことないけど。そうだね、30年前のゲームだもんね。この時代まだ携帯とかないもんね。スマホはおるか、携帯すらないじゃない？おそらく。あったとしてもショルダーホンって呼ばれてたくらいのバカ高い1キロ2キロあるやつでしょ。確か。まだあるな、多分。これ。ありそうだな。どこだ、どこだ。どこにあるんだ？どこに隠してんだい？おっと、今なんか一瞬出た？ここら辺。地面か、地面触れたわけか。こっちら辺は？これを実況でやるのはいかがなものかと思うけどな、こういう小ネタを探すの。ないね。ここじゃないのかな、じゃあ。落書きはもうないっぽいな。そう。移動しなきゃいけないのかな。学校の前行くと、駒田がいる、この状態で。急行し、でも急行しじゃねえよ、これ。まだいる。さっきの生徒がまだいる。あれ？なんか、セリフが変わってる。あ、変わってる変わってる。さっきの生徒とか言い始めた。でも無視して、移していってみよう。多分これメインストーリーでしょ。この人。いる？駒田先生は？あ、ダメか。あ、待って。あ、いろんな作品が。あ、ダメか。あの右上のね、どうしても真ん中上にいる女子生徒のあれを調べたいんだけど、ここ調べられないんだよね。じゃあいいか。君ね、さっきの生徒が君帰ったらいい加減。何？どうしたよ。聞くか、駒田のこと。はい、駒田のこと。駒田先生知らない？美術室にいないんだけど、帰っちゃったのかな。先生に用があるの？今職員会議中だから、チャイムが鳴るまで会えないよ。ああ、チャイムが鳴るまで職員会議じゃの？どういうこと？そういうシステムなのこれ。これ今時間帯何時？生徒がいるってことは夕方でもないのか。何時だった？朝かな、朝かな。まあ生徒が一人亡くなってるんで、それは会議ですよね。会議中なのか。終わるまで待つしかないか。でも亡くなったのってもう一日、昨日のことだっけ。昨日だから昨日会議やってるからね。でも今日も開いてるから。あ、そろそろ行かなきゃ。これからデートなんだ。実は僕の彼女もヨーコって言うんだけど。ああ、ヨーコさん、それあれでしょ、あらぬっていうか、腐ってる人でしょ、腐ってる人でしょ。28歳ぐらいの腐ってる人でしょ。年上好きね。どうでもいい情報だ。メモする手帳に。それじゃ頑張ってね。はい、去れ。なるほどね。そばには誰もいない。これなんかあんのかな。あゆみちゃんなら。ああ、同じだね。落書きないよね。
俺落書きがあるような気がしてならなくなってちゃったのよ、こういうことされると。どっか落書きあるんじゃねえの、本当に大丈夫か。創作してくるっていう探偵感があって好きだけどさ、はい、じゃあどうしようかな。移動すればいいのかな。駒田がこれで現れるのかな、美術室。そんな気もするけど。そばには誰もいない。じゃあ移動しよっかと思わせて急行車に行くと駒田がいると見た。ここに駒田が現れると見た。静かで薄暗い。現れないね。ダメか。はい、美術室ね。これでいなかったらどうしよう。いなかったらどうすりゃいいの。駒田先生はいないようだな。え、マジ？え、マジ？ちょっと待って、マジ？え、ここいろんな作品が飾る。同じだね。考えよう、ちょっと、なんで？なんでうなるだけなの。駒田を呼ぼう。いでよ駒田。誰もいないのに返事があっても怖い。じゃあもうこの美術室は何もできないから、本当に学校前か旧校舎か。え、さっきの生徒は帰ったみたいだ。あ、まあそうだね。辺りには誰もいない。さっき帰ってと言ったもんね。んカラス。そばには見せる、誰もいないけど。暗い、よくお手帳だ。そばには誰もいない。ダメか。考えてみる、ここで。うん、うなるだけ。聞くこともできない。呼ぶ。辺りの生徒、いでよ。そばには誰もいない。ああ、生徒すらいない。てか放課後か、あいつは、あいつ出て行ったもん。牛光高校だ。そうだね。間違えた。牛光高校だ。もうちょっと選択肢早くパンパンって動いてくれると楽しいけどね。校舎一回見る。古くからある校舎のようだな。カラスの鳴き声リアルすぎる。あゆみちゃんなら。他なんかある？植え込み。手入れの行き届いた木々がな。これ難しいな。実況難しいかもしれんな。探していかなきゃいけないの。カットせずに探していかなきゃいけない。難しいな。旧校舎かな。まあ、悩みましょう皆さん。悩みましょう。こういうのは。静かで薄暗い。これで呼ぶ。そばには当たる。誰もいない。考える。こんなところで陽子は一体何をしていたんだろう。ここだけ彼氏面になるんだよな。うならないで。あ、びっくりした、びっくりした。何しとる。誰誰誰。アイコンカーソル出ないなと思った。はい。ん、あんたうちの生徒じゃないな。じゃないよ。実は僕業務員の先生。生徒でもないならこんなところに用はないじゃろう。帰った帰った。でもこの感じ30年前ですよね。うん。今関係ない人がさ校内にいたらさ大事件だよね。もう警察呼ばれるレベルだよね多分、下手すると。ちょっと見るか。生徒でもないならこんなところに用はないじゃろう。帰った帰った。ダメだった。見ることすら許してくれない。考えるか、とりあえず。この人は先生なのだろうか。年は60前というところかな。駒田より若いってこと。駒田の方が若く見える気もするけどな。そうか。聞くは正しいんだろうね。移動するとあれなんだろうけど、呼ぶ。男男。ここで何しとる。それだけ、それだけ。じゃあ見せてみるか、無言で。ん、どうだ、暗い。生徒手帳を持ってるじゃないか。そうか、転校生じゃない。いやそうなんですよ。そうなんですよ。小島陽子って言うんですけど、私ダメ。なんで男と女の判断がつかない。ちょっと待って、もう一回見せてみよう。生徒だと思われている方が都合が良さそうだ。手帳の写真はまだ見せないでおく。なるほどね、そういうことね。写真とかは見せてない。それで見せるって押しちゃうから、そういうことか。これで見る、調べるできる。ここで何しとる。ダメなんですか、ダメなんですか。じゃあ聞きましょう、仕方ないな、男のこと。あなたは
わしは田崎というもんだ。田崎ね、田崎ね。わあ、人物多くなってきたな。覚えれるかな。俺の行量スペックをオーバーしてる気がする。ここの用務員になってかれこれ20年だわ。あ、やっぱ用務員のおじさん。用務員ってどっち背景何あれ、なんかちょくちょく背景通るな。なんだろうな。調査中、詳細不明詳細不明なのに名前と年齢と分かってるっていう、田崎俊夫かな、58歳、牛三つ高校養務員。はい。おー、聞く。あー、いっぱい出たね。うん、まあ、とりあえず気づいたこと。は？急になんじゃやばい、やばい。真面目な人だ、真面目な人だ。ギャグ聞かないやつだ、ギャグ聞かない人だ。あー、じゃあ学校のこと。なかなかいい学校じゃ。転校生じゃとて心配はいらん。あー、いい人だね、この人。もうちょっと教えて。なかなかいい学校じゃ。3回聞くと怒らない、そろそろ。いい学校じゃ言ってるだろうが。なかなかいい学校じゃ。もうええじゃろうみたいな急に関西弁にならない。なかなかいい学校じゃ。ええじゃろうは関西弁じゃないのか。はい。あ、知ってる ?20 年前だと。ちなみにね、殺人事件の時効はね、今はね、ないらしいんですけど、時効って。ないのかな？ないようなこと書いてありましたけど、あの、昔、このゲームができた頃は15年で合ってるんで、なんかそれっぽいですね、本当に。もう口閉ざすな、これに関しては。はい。あの、2、3日前、ここで女子生徒を見かけませんでしたか？か？それが、何だというんじゃ。お前が犯人だな。その生徒が先日殺された小島陽子かもしれないんです。事件のことはご存知ですね。まあ生徒みんな知ってるしね、噂になってるし。うん、怪しいな。怪しいんだが時間が来てるんで、そろ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 一旦ここで、パートを切ろうと思います。はい、休憩しようと思います。はいでは怪しいおじさんと、お別れいたしましょう。はい、ありがとうございました。ありがとうねー。